こんばんは、青春通りの五十嵐です。今回は桃色業界のお店で遊ぶなら誰もが知ってるであろう情報サイト、シティヘッドのサイトのことですが、近年定期的にコンテストなどが開催されてて、 Twitter で店用アカウントを持ってる女の子も結構多い話題のサイトですよね。そのシティヘッドのコンテスト、ミスヘッドの投票最終日の11月11日の0時頃からアクセスできないトラブルが起きています。うちは単なるコンテストの投票する方が多すぎてサーバーダウンしただけかなって思ってたんやけど、こんな長時間ってなったらそうでもなさそうです。ネットの情報によると、どうやら DDoS 攻撃を受けていてサーバーダウンしているそうです。その DDoS 攻撃とは何ぞやって無知なうちが調べたところ、簡単に説明すると、 DDoS 攻撃とDDoS 攻撃と2種類あって、DoS 攻撃とは、わざと大量のデータを送って、サーバーに負担をかけてダウンさせることで、で、DDoS 攻撃とは、複数で DoS 攻撃する強化版みたいな感じですね。つまりは、サイバー攻撃を受けていて、のページが開けなくて、お客様も見れない、女の子も写メ日記をあげれない、コンテストの投票もできない、サイト見られへんから予約しないっていう方も増えるっていう、負の連鎖が起こっています。これのDDoSする理由を予想してみたところ、単なる嫌がらせ、同業他社などによる妨害、不満がある方の抗議活動、そんなところかもしれませんね。真相は未だにわからんけど、もはやコンテストの影響よりは、お店によっては、自店のホームページオフィシャライズしてるお店は悲惨ですよね。自社のホームページがない、時点のホームページオフィシャライズ、これの自分のお店のホームページをクリックしたらのサイトに飛んでいくっていうやつなんですけど、それをしてるお店は悲惨ですよね。自社のホームページがないっていうことは、サイトを誰も見ることができないから予約ができない。店舗型やホテル型など受付がある店舗ならまだ来店あるかもですが、完全に無店舗やからホームページ見られへんかったらお客様も取れないので、店が普及するまで完全に集客がゼロになるので死活問題になりますよね。これはうちの意見やけど、やっぱりリスクの分散も大事ですね。自社のサイトやセルタウンとか駅地下ジャパンとか他のサイトもあったら、一つだけサーバーダウンしても他の媒体から見てくれる人もいてるので予約はできますしね。これはもうミスどころじゃないですよね。またミスコンテストは何ぞやって言うと、簡単に説明すると、ミスヘッドは1日1回投票可能なコンテストで、まあ、もはや男性客より組織票を女の子票の方が私は多いんじゃないかなって思うんですけどね。ツイッターとか見てたら女の子同士の慣れ合いみたいなんとかなんか多いような気がします。まあ、そういうやつをがミスヘブンって言うんですけど、で、地区予選を
勝ち上がると全国トーナメントに出場できます。今は前回の成績上位者などはシード枠で全国から出場できる子もいてるそうですね。ここでいい成績やったらから大々的に宣伝されるし、なんせミスヘッドコンテスト1位とか優勝とかなると女の子もお店も箔がつきますよね。それが今後の集客宣伝になるので、みんな女の子も店舗スタッフも票集めに写メ日記やツイッターなどで選挙活動を頑張ってるわけです。コンテストにはいろいろな部門が毎回あります。キャ部門、クジラガール部門、口コミ部門、新人部門、テクニシャン部門、局所部門などユニークな部門が毎回たくさんあるのも面白いです。また最近のは新機能みたいなのがたくさんついてて、最近は女の子からの見たよとか、男性客会員様に来てねとかボタンが追加されていて、ヘブン依存してる女の子とかはなんか加速してるんかなって思います。うちがやってる時はこんなんなかったからな。見たよ、女の子からの見たよっていうのはいいねみたいな感じで、見たよが来たらその女の子をしてくれた女の子に返さなあかんっていう感じ、雰囲気とかになんかなってる感じもあるみたいで、少しやりにくそうだなとかも私は個人的に思ったりしてます。もしかすると今回の県でヘッドの利用を減らして他の媒体をメインで使う店舗も増えてくるのではないかなって思います。 SNS や動画配信の媒体も時代の流れによって変わってきてますしね。 SNS で分かりやすい例だと、今ミクシーやってる人ってほぼいてないですよね。ミクシーから Facebook、 そして今流行りのインスタ、ツイッターに移り変わってきてるし、 YouTube も規制があまりにも厳しくなると、数年後には今後違う動画配信のプラットフォームに移行する方もいてるかもですよね。これからの時代は時代の流れについていかないといけないかもしれませんね。11月12日現在、やっと普及したそうです。現役の方々、店舗の方々は一安心でよかったですね。というわけで、長くなりましたが、今回はタイムリーな話題がサイバー攻撃を受けている件についてお話ししました。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と通知のベルマークのオンお願いします。また上がってって。